はい、今日は、10月の6日、今年で最後になったお米小さな支店のお米作りビオトープで田植え体験、稲刈り体験を終わりました。畑掛けもこの通りきれいにかかってます、はい。台風が来てるんですが、空にはオールが、もう今日も夏日になってます、こちらでは柿が緑色になってますね、小さな自然の島の池だいぶ寂しくなりました、はい、稲刈り跡ちょっと覗いてみましょうか。この名盤も17年前に作った名盤です、はい、これが稲刈り跡の田んぼです。周辺のさてがみそろそろ色づくはずです、はい。